ステフェン・ツバーは、スイスチューリッヒ州、ビンター・トゥール出身のサッカー選手。スイス代表、エック・アテネ所属。ポジションは MF。ツバーは、2008年7月12日に行われた、インター・トトカップ2次、ラウンド、KS ベサとのセカンドレグで83分に、交代出場し、グラスホッパーで、トップチームデビューを果たした。そのすぐ後の2008年8月3日、 スイススーパーリーグの FC ファドーツ戦でリーグ戦に初出場した。2013年7月5日、ツバーはロシアプレミアリーグ王者のチェスカ・モスクワと5年契約を交わした。2014年8月14日、ドイツ・ブンデスリーガの1899ホッフェンハイムへ2018年6月までの4年契約で完全一席。2019年1月9日、 VFB シュトゥットガルトへ2018の19シーズン終了まで期限付き移籍をした。2020年8月4日、宮戸がチノビッチとの交換トレードにより、アイントラハとフランクフルトへ完全移籍。2023年までの契約を結んだ。2021年8月30日、エッグアテネに買い取りオプション付きのローン移籍で加入したことが発表された。 スイス五輪代表として2012年ドンドンオリンピックに出場した。2017年3月25日のワールドカップ予選ラトビア戦で A 代表代表デビュー。同年10月7日のワールドカップ予選ハンガリー戦で代表初得点を含むにゴールを挙げた。ありがとうございます。